大臣就任を祝うメールが届いたということです。就任後初めて東京オリンピック・パラリンピックに関連するイベントに出席した丸川オリンピック担当大臣は今日記者団の取材に応じ、 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長から大臣就任を祝うメールが届いたことを明らかにしました。女性が大臣に就いたということは非常に大きなメッセージである。しっかり IOC としても支援をしたいということを言っていただきました。